大分を代表する菜の花スポット、豊後高田市長崎花。ここでは恒例の菜の花フェスタが始まっています。東京ドーム6個分の花畑で2200万本が五分咲きとなっています。この1週間でですね、結構気候もぐっと上がったりしましたんで、花の咲きが急速にですね、進みまして、あと1週間もしたらですね、満開を迎える、そんな感じでございます。こちらは2年前、菜の花が満開を迎えた当時の映像です。一面に敷き詰められたような黄色い花の絨毯、海の青とのコントラストが春の絶景を演出します。天気に恵まれたイベント初日のおととい土曜日、大勢の家族連れなどが訪れ、甘い香りに包まれた中、咲き誇る花々を楽しんでいました。素晴らしいですね。海もものすごく青かったですよ。春らしくて、はい、嬉しいですね。とても綺麗です。イベントのもう一つの楽しみといえば、そう、グルメですね。中には長崎花ならでは、菜の花のオイルや種を使ったシフォンケーキに、ソフトクリームなどのスイーツも。花に囲まれて食べるのは格別です。今年もですね、天候にも恵まれまして、非常にたくさん菜の花が咲いております。2200万本の菜の花で、彩る黄色い絨毯が敷き詰められます。菜の花の甘い香りも漂っております。皆様どうぞお越しになってください。今度の週末には満開の見通しの菜の花フェスタ、イベントは来月9日まで開催されています。